separate time zones. Either way, we going all night long. Up late, smiling at your iPhone. I know. Memes that I sent got you laughing your ass. ただの白子のお浸しからご用意します。わさびはそのままでもお出汁にちょっと溶いていただいてもいいですから、お手ごろで召し上がってください。ではお次になります。こちらが地元福岡志賀島のここになりますので、もうわさびだけで召し上がってください。ではお次になりますので、こちらがズワイガニのメスです。香箱ガニになってます。名古屋ガニと思いますけど、ここはほぐし身とカニ味噌を内子と外子と揚げた後に内の酢飯と揚げますので、内の酢飯の塩味で召し上がっていただきます。そのままで香りと食感がいいので少し温めてご用意しますので、先ほどのがズワイガニのメスです。次ズワイガニのオスをご用意します。マクワガニですね。他もほぐし身とカニ味噌だけにしてますので、そのままで、はい、ではお気になります。こちらが岩手県の普段の名前となってますので、先ほど筋子から外したばかりのイクラがきます。なのでイクラ本来の一番皮の柔らかい状態にご用意しますので、下に酢飯引いていくら丼にしますので、そのまま召し上がってください。マガキです。夏のようなガキはやっぱり先ほど言ったようにジューシー で冬のマガキはしっかりクリーミーな口になってますので、召し上がっていただくと分かりますけど、結構白子みたいなすごい濃厚さあります。で後から来る岩ガキと違って後から来る臭みはまたこう浮かせてもらえるので、すごく食べやすくなってますので、年間通してうちでは一番人気になります。ここだけ堺と同じメニューしてますんで、地元福岡金崎のトラフグと島根県で揚がったあんこものソースで作ってます。しっかりここを混ぜて召し上がってください。徳島県の鳴門で都会電話までになりますので、今日は都会に行こうと思います。手前にある茶色いのが刻んだ奈良漬けになってますので、奈良漬け、目が付かなければしっかり混ぜて召し上がってください。ここは肉にですね、お酒のつまみなんでチビチビと炒めてですね、よろしかったらその後焼き魚行くんで、そこだけ温かい方から召し上がってください。こんな感じで召し上がってください。北海道のキンキの味噌漬けになってますんで、キンキの味噌漬けです。この後お寿司が決まります。もうここはゆっくりと召し上がってください。Make it seem like it done been a while. Never mind, we're sleeping with our past ghosts. Ask those on that road how long this pain it lasts for. I don't know, but that ain't new to me. Usually I'd foolishly just think that we could be something we couldn't be. Trying to hear the truth we never spoke. Never know no different though than chasing down what isn't gold. If getting what you want required letting go, then that mean never capturing our youth required getting old. But all these choices that have been my own. Down the same road again we go, just hoping that the end is different though. I've been down the wrong road, and I've been all alone. Drinking whiskey at the bottle, honey, trying to drown all these sorrows. Only thing that I know, if it glitters, it ain't gold. I just let my heart break and trade that for a good song. Most is pain self-inflicted, mixing my pride and my indecision. Trying to find a silver lining in these bad decisions. Blind to that writing on the wall. I'm gonna say my Sagano Karatsu no Hakodate.
香りがすごくいい。ちょっとあの、青さが入ってます。青さ、はい、やっぱりの有明海の時また味が違いますね。違います。有明はちょっと香りが優しいです、はい、でも口溶けがもうちょっと優しいかなっていう。ちょっと上行くんですね。してもらったらなんか倍に返すんで。もう友達が高いですよ。さっき